はい、今回試乗した、オープンカントリー AT プラス、このトヨタイヤのね、SUV 用タイヤというんですかね、オフロードタイヤなんですけれども、マッド&スノーという M プラス S っていうね、表記があって、実は雪もそこそこの雪だったら走れちゃうっていうところが、一つ特徴で、このタイヤを履けば一年中使えるということで、そういう意味でも、用途が広いなと。一般道を乗ってきたんですけれども、すごく乗り心地がいいです。見た感じはね、すごくいかついイメージなんで、すごくヘビーデューティーな印象を受けるかもしれないんですけれども、実はゴムのやっぱりその何ですか、厚みがあるので、トレッドのね、路面に当たった時にそれが衝撃を吸収してくれて、ゴツゴツした硬い乗り心地にならないんですね。かなりマイルドな、感じで、綺麗にタイヤが転がってくれる感じになってます。それだけでもね、街中使いやすいなと思うんですけれども、ノイズもですね、意外に少なめです。高速道路にも、行ってきたんですけども、高速道路もですね、想像以上に良かったです。一つは直進安定性がちゃんと出てる。で、100キロぐらいで走るのであれば全然不安なく走れるし、レーンチェンジもちゃんとノーズが動いてくれると、サマータイヤみたいな感覚で走れるかなというふうに思います。高速道路でのノイズもですね、すごくよく抑えられていて、これは一般道以上に静かな感じが、僕はしました。あと一つ加えるとすると、これ左右非対称のパターンなんで、その辺でですね、操縦安定性とか、操縦性、ハンドリングの部分を上手にこうチューニングしているのかなというふうに思います。こんな具合にですね、オフロード思い切り走ってきたんですけれども、やっぱりね、この手のタイヤの良さはトラクションがかかるところなんです。特にね、見た通り泥濘地みたいなところをちょっと走ったんですけれども、タイヤが何ていうんですか、空転しにくいっていうんですかね、ちゃんとこう路面をかいてくれるっていう安心感があります。もう一つはですね、路面がすごく荒れて、尖った石がいっぱい落ちているようなところ、そういうところでこのタイヤ、オフロード用のタイヤってサイドウォールがすごくタフにできているんで、サイドカットをしてタイヤがバーストするとかっていう危険性がすごく少ないんですね。そういう意味ではですね、見てくれだけじゃなくてちゃんと性能も出ているので、オフロードとかラフロードとか、そういうところでですね、タイヤを走らせた時も安心というか、ちゃんと、見た目なりの性能が出ていると、というところで、個人的にはすごくいいな。実は大昔こういうタイヤってすごく流行って、僕もいろんなタイヤ乗ったことがあるんですけれども、やっぱり時間の分だけちゃんと進化しているっていうことと、転がり抵抗の少ない、サマータイヤっぽいデザインのタイヤと比べると、やっぱりかなりね、存在感があるので、SUV を買った人、快適性が、ね、そんなに損なわれないと僕は思うので、こういうですね、ちょっと特徴的なというかね、個性的なタイヤを履いて、街を走らせてみるのはいかがでしょうかと、いうふうに思います。